インタビューです。ありがとうございます。なんとコースレコードの勝利になりました。そうですね、まあ雪降って、水が溜まってたんで、出し抜きのいいパワーになったんで、まあ、まさかレコードとは思わなかったんですけど、まあ素晴らしい、足で最後消えて伸びてくれました。直線の手応えを教えてください。そうですね、まあ4コラ手前からある程度行き足をつけながら、まあ砂の顔がかからないと外に出せばいつも伸びてくるんで、まあそういうイメージで、出せました。初コンビということだったんですけれども、どういった印象を持っていましたか？いや、切れ味のね、最後の切れ味が結構あるまで、それが生かされればなと思ってましたけど、まあうまく、うまく頑張ってくれました。あんこの夢、2015年から勝利遠ざかっていましたけれども、復活させたんじゃないでしょうか？いや、本当にこれをね、任されてね、このまま任されて、チャンスの範囲にいる馬なので、まあ本当に今までちょっとこう、足踏みしたのがね、ここで勝ってくれて、先につながればなと思ってます。フェブラリーステークスも期待持てるんじゃないでしょうか？そうですね、まあ戦力の方がまだゆったりいけるし、あんなに慌てなくても、4コーナー、慌てなくていいんで、もっといいと思います。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、このままね、こうやって、力をね、十分発揮できるレースができたんで、また次もね、このままのこういった追い込みをね、出せればなと思うんで、ぜひね、のんこの夢をね、応援してもらえればなと思ってます。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。